というわけなんです。今日ね、今日というか昨日というか2日、シバラエクスティックで初日のこのチャックバランドソロサーチャーズ。昨日と今日ですね。うん、変化でしょ、向こうのね。ワシントン D.C. の土着物。土着物、うん。だからほら、北島三郎がタニヤジと握手したと似たような。え、そうなの？そうだよ。北島三郎がキングタニヤジでね、握手したの。お金出したりしたんだから。嘘だ。本当本当。それ何で知ってんの、そんなこと。有名だと思う。タニヤジが初めて来た時。そうなの、うん、土の匂いがする。北島三郎が土の匂いがするって言ったの。そう、すごいわ。だからそれに似たようなもん、これもね。じゃあ今度誰かな、チャック・ブラウン誰だったの。誰だろうな。誰だったこともないのかな。でも今回このチャック・ブラウン・ソロ・サーチャーズは初めて日本で見れる GO!GO! のバンドなんだけど、ウィニー・サン・マネーってのが、これいいよね。結構いい歌詞が。ちょっとさっき覚えてたよ、とりあえず。マスターカードでビザ、アメリカンエクスプレス、ね、うん、それでなんだっけ、ウェインがアゲインスザクレジットカードバットキャッシュズマネー、キャッシュザベース、そういう感じ、現金が一番やみたいな、うん、これが出た時もさ、そうだったんだけど、うん、あれでしたっけ、去年の夏かな、うん、これ2月くらいまた、これはライブなんだけど、これは良かった、これはライブ良かったもんね。このライブはもうだから、うん、いつも絶品だった。僕はこの頃はちょうど真夏でベランダで。キッサンベランダでちょっと横になりながら焼きながら聴くっていうのの BGM、 これがあのハーレムノクターンのとこがね、あそこいいんだ。あのあとだからパッ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 、あれやるかな今夜、他のものを出すんじゃないの。あ、やこれ日本で言うと分かった、有価団と同じようなもので、そういうメロをところどころ出してくるっていう。あのみんなが失礼する。そうそう、桜桜とか見せたらどうしよう。リッチブラックマンが日本来た時あるみたいな。桜桜かなんかすき焼きとかね。当時もレコード屋さんがさ、これさ12インチかアルバムか分かんないで、そうそうそう、最初12インチの値段で売って、その後すぐアルバムの値段で売ったって。そうそう、僕ら12インチの値段でちゃんと買ったんですけどね。アルバムなんだよね、これ。分かんないアルバムにしてはちょっと短いでさ、最近特に結構でも黒いのいっぱい来るじゃん、うん、このところが黒いの、うん、ねえ、来年ルーファストーマスとカーラトーマス、あれもロンドン経由、あれはライブインだから違うんだ。でもロンドン経由って言われてもうなずけるよね、うん、でボビーバードよくってトシさんもまたそういう話もしてるよね。なんでだろうね、大丈夫かな。だから全てアメリカのものが一回ロンドンに行ってから来るっていうね。今日は休んでしょ、もしかして。うん、なんかだからイギリスと日本のこういったものに対する捉え方って似てない、なんとなく DJ とかさ、いやだからそれ一般的じゃないんだけど、僕らとかみたいな DJ みたいなやってるようなやつとかさ、うん、ちょっとマニアックなんだよね、学級的っていうか、マニアック、しかもおしゃれの部門として入れる。そうそうそう、どっちかっていうと、だから生活の一部、生活の糧にはしてるんだけど、一部にはもしかしたらなってない、なりきれないでしょ、なりきれないっていう。ただのどちらんだしね、ニューヨークの B-boy とロンドンの B-boy と全然違うしね。だきっとワシントン DC 行ったら全然違うんでしょうね、これもね、全然違うだろうね、それがね。もうこれはだから普通の本当に、うん、普通の家族連れで見に行く、子供からね、おばあちゃんまで一緒になってわーって行くんだろうけど、こっちじゃやっぱりそういう若者がとりあえずみたいな、まあロンドンもそうだと思うんだけど、おしゃれなものにしてしまうと、そういうトヨタチャーズです。はい、